ミュンスター。ミュンスターは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州ダルムシュタットイコール、ディーブルク軍に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。自治体としてのミュンスターは3つの地区からなる。ミュンスター地区は、人口約1万2000人の集落である。この東側に合併された、人口3000人のアルトハイム地区、北西に、人口、 約2 0 0人の新しい地区である、ブライテフェルト地区が位置する。ミュンスターの北には、エッパーツハウゼン、東には、バーベンハウゼン、南には、グロースイコール、ウムシュタットとディーブルク、西にはメッセルが、それぞれ境を接して位置している。ミュンスターは、ドライアイヒ鉄道、フランクフルトアムマイン、ドライアイヒイコールブーフシュラーク、ベーダーマルク、 オーバーイコールローデン・ディーブルク沿いに位置する。さらにミュンスターからは、バスの679系統及び674系統が、レーダーマルク、ディーブルク、ラインハイムへ、611系統及び648系統、グロースイコールチンメルン経由がダルムシュタットへ、運行ている。アルトハイムは、マインイコールライン鉄道によって、ダルムシュタット、マインツ、 ビースバーデン及びアシャフフェンブルクと結ばれている。ミュンスターは高速道路に拡張された連邦道 B45 号線のランプが2つ、アルトハイムには B26 号線のランプが1つある。ミュンスターという名前はフランク王国時代あるいはカロリング町時代に遡る。古文書にはモンスター、マンスター、モンスティアと表記されている。ラテン語のマナスティリアムにあたる。 この言葉は、修道院教会あるいは、修道院に属すものといった意味である。782年のロルシュ修道院への寄進証書で、女子修道院長はは、アドガスペンズ、ゲルシュプレンツ川沿いの所領について言及している。この所領は、ロガダ、ローダウ川のほとり、ラオドーラ地方、ローデン、オーバーイコールローデン、ニーダーイコールラーデンに位置し、 ノイエンホーフ修道院に属していたのだが、これを他の付属する所領と共に、ロルシュ修道院に寄進したのである。おそらくミュンスターはこのゲルシュプレンツ側の所領に含まれていたものと考えられる。1254年の資料にミュンスターが初めて記録されている。同じ頃、ベルラハという小さな集落が何度も登場する。この集落はベルラヒャーミューレ。 現在のリース農場の近くにあり、1489年頃から以降は存在しなくなった。これ以後の資料では、ベルラ派は廃村として言及される。相続争いの過程から、1304年のミュンスターは、5、6がファルケンシュタイン伯領に、1、6がハーナウ伯領に属していた。1418年に、ベルナー三世、 本ファルケンシュタインの死でこの家門が断じ、これによりミュンスターの支配権の比率は変化した。1419年5月にファルケンシュタイン白の医療はファルケンシュタイン家最後の三姉妹の間で分割された。ミュンスターとベルラ派はゾルムザー家系のものとなり、相続により一部は夫を亡くしたザイン白アンナに一部はイーゼンブルク博の手に渡った。 1486年からは、イーゼンブルク博ディーターがミュンスターとベルラハの後、6を所有した。これがベルラハが資料に登場する最後の記録である。こちらも相続により、ハーナウイコールリヒテンベルク博領となっていた。ミュンスターとベルラハの残る1、6は、1486年に交換によって、マインツ選定公領となった。マインツは1706年に、この、 ミュンスターの所領をイーゼンブルクと交換した。こうして、ミュンスター全域がイーゼンブルク博の所領となった。イーゼンブルクコーカールはナポレオン一世と同盟し、ナポレオンの敗退後、自らの将来を覚悟しなければならなかった。彼はスイスに逃亡し、その両方が1815年に皇帝フランツ二世に、1816年7月9日に、ヘッセンイコール。 ダルムシュタット大公に併合されるのを妨げることはできなかった。アルトハイム村の成立はおそらくさらに古いと考えられる。アルトハイムの教会の早期ロマネスク様式の中央部分は11世紀に遡るもので大きな入植地の中央に位置した。アルトハイムについて記述されていることが知られている。最古の文献は1317年のものである。 アルトハイムに所領を持つエップシュタイン家は、土着の三人の貴族ガイリングや、クリーゲ家、シャーデ家に、霊園を与えた。クリーゲ家とシャーデ家が16世紀に断絶した後、その所領は、当時、バーベンハウゼンを本拠としていた、ハーナウイコール、リヒテンベルク博に与えられた。1527年から1736年まで、アルトハイムは、 ハーナウイコール・リヒテンベルク伯領に属した。1736年3月18日に、最後のハーナウイコール・リヒテンベルク伯家が亡くなった後、アルトハイムは、ハーナウイコール・カッセル家に移り、1771年まで、その所領となった。長い間闘争の後、ハーナウの医療は、ヘッセンの2つの貴族家で分配することとなった。 アルトハイムは1771年3月28日に、ヘッセンイコール、ダルムシュタット法白領に属すこととなった。1918年11月9日に、バイマル共和国樹立宣言以降、ミュンスターとアルトハイムは、ヘッセン州、ディーブルク郡に属した。1971年12月31日、アルトハイムは、市町村再編として、自由意志により、 ミュンスターと合併した。第二次世界大戦中、ミュンスター北西部に弾薬庫、クルツムーナが建設された。この統治下は1963年までミュンスターモデポットという名で米軍が再利用したが、後にアメリカ人によって爆破された。これにより弾薬は一部は爆発したが、ミュンスターの森を汚染してしまい、1990年代になってやっと一部が、 汚染除去された。しかしその後も森の大部分の立ち入り規制は解除されていない。旧統治下の近くには、米軍の兵舎が作られ、1990年代の半ばまでアメリカ陸軍のミュンスター兵舎あるいはミュンスター倉庫として用いられていた。ここには特に憲兵隊と第184補給中隊、第15補給大隊が駐屯していた。この頃、 ミュンスター倉庫には核兵器も格納されており、冷戦終結後に搬出された。1994年9月に米軍はミュンスターから撤退し、兵舎は放置された。この旧軍用地はしばらく空き地になっていたが、1990年代の終わりに産業地域に指定された。現在ここはブライテフェルト地区となっている。ミュンスターの町長は、 セティ所属のバルター・ブラックである。彼は2008年5月18日の選挙で61.63%の票を獲得した。町長の任期は6年間である。第一副町長はノルベルト・シエベである。ミュンスターの町議会は37議席からなる。ミュンスターの紋章はハーナウの白鳥とイーゼンブルク博の印象から取られた黒い2本の ストライプを組み合わせたものである。町はこの紋章を1684年から使っており、1956年から公式の紋章となった。ミュンスターには基礎家庭学校が2校と総合学校、本家庭学校、実家学校、ギムナジウム相当が1校ある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。